クマさんの人形ってことは東京、はい、東京帰ってきました。東京に帰ってきましたよ。こんばんは。やっぽー、いや全然アップデート進んでないんだけど大丈夫そう？全然アップデート進んでないわ。ただいまー。髪の毛ボサボサ今日も踊ってきて疲れて疲れて、今めっちゃ数分だけ寝てた。お家帰ってきて、数分寝てました。髪の毛ボサボサです。アンドゥさん、可愛いギフトありがとうございます。お疲れギフトもありがとう。今回のアップデートで新しい絵文字いくつか入ってね、まだやってないけどね、ひなあのピンクのハート増えたのはめちゃめちゃありがたいなって思って、てかなんで今までできなかったんってぐらいピンクのハートをかたくなに作ってくれなかったよね結構さ、ピンクのハートを作ってっていう声が長い間あったと思うんだけど、やっとピンクのハートができたみたいで、まあまだやってないんですけど、アップロード、こっちの携帯はまだアップロードしてないです。ゆとさん、ハートありがとうございます。こんばんは。なんか私本当にあのお部屋が汚かったんですよ最近もう本当になんかもうなんか寝に来るだけの家になってて、もう服とかも洗った服とかもあの片付けたりとか してなくってそう、本当にもう本当に寝に来るだけの家、自分の部屋っていう日が続いてたのね、生誕祭の時まで。だからひなの部屋がすごいゴミ屋敷だったのでも生誕祭の時にそう、あ、来た。生誕祭の時に、まあ、親がね生誕祭見に来たんだけど、親が生誕祭見に来るって分かってても掃除する時間なくってそれで生誕祭の時に親が掃除してくれたんですよそう、ちょっと切り替えるね。そうで、本当にあの本当に寝に来るだけの家になってって、マジでなんかもうこの家に帰ってきてからの本当にもう何回か言ってるんだけど、本当記憶がないぐらい、本当あの本当に
お部屋が汚かったの。そう、もう服とか洗った服とかもそのまんまみたいな感じの日々が続いてて、で親が来るって分かってたけど、もう本当にもう掃除する時間なくて、結局そのぐちゃぐちゃのお部屋のまま親たちが来てっていう感じ。そう、本当にそういう感じで、でその時にママがお掃除してくれたんですよ、私の部屋の。だからお部屋が綺麗になりました。っていうお話。本当に申し訳。まあでも私は小さい頃からすごい部屋が汚いタイプ、お掃除ができないタイプなんだけど、まあ、ちゃんとね、さすがにもう二十歳ですから、そのまあちゃんと汚いなって思ったら掃除するし、人が来るってなったら絶対に掃除するし、でもさすがに掃除をする時間がなくって、汚いまま親に見せちゃいました。まあでもあんまりびっくりをしてなかった。なんでかっていう、私そういうタイプの子供だったから。そう、あとありがとうございます、埼玉のおじいちゃん。いやでも本当にマジでもうね、見せられないぐらい汚くって、もう足の踏み場もないぐらい、もう服とか洗った服にまみれてたっていうか、うん、なんか台をね買ったの、なんか棚みたいなのを買ったんだけど、2つ買ったの、2つちっちゃい台を2つ買ったんだけど、一つだけは組み立てたのね。でももう一つ時間がなくてまだ組み立ててなくて、未だにそこに置いてある。段ボールのまま。もうほんと組み立てる時間がない。しかもそんな勇気もない。そんな余裕もない。時間があったとしてもその余裕がない、今。そんな組み立てる余裕が。だからひなの部屋に今ずっと段ボールがある。こんばんは。今日はね、髪の毛ボサボサなんですよ、とっても。できたら棚を組み立てたいなって、誰かやってよ。マッペーさんフォローありがとうございます。こんばんは。作ってひなの棚。作ってほしい。お願いします、お願いします、私のために。普通に大変だしね、一つ作ったんだけど、普通に大変だったら作るの、普通に大変、力仕事。普通にこうやってこうなんかグリグリするし、あれ使って大変だった。もうこれもう一つ作るなんて結構1年後とかになりそう、結構ガチで。結
構ガチでこれもう一つ作るの1年後とかになりそうだな。ありえる。ひなのことなら絶対ありえる。え、ありえるな。うわ、ありえるな。大丈夫そう？ごめんなさい。大丈夫ですか皆さん、無事？ごめんなさい、ちょっと大変な騒ぎになりました。皆さん大丈夫ですか？頭痛くないですか？大変。よかった、お部屋綺麗で。お部屋が綺麗でよかった。どうしよう、今の騒ぎで私のゴミ部屋が映されたら。まあでもね、とか言ってすぐ汚しちゃうんだよね、きっとね。私のことだから。今ね、汚すの得意。全然よろしくない特技、それ。汚すの得意なんだよね、本当に。簡単に汚せちゃう。簡単に汚せちゃう。こんばんは。食べ物系で汚すの得意そう。マジ得意。マジで得意だよ。マジで得意。そんなんもう私の最大級の特技ですよ。私の特技。ちょっと髪の毛パサパサ。そういう時は。そういう時は。ヘアビューローの出番だよね。髪の毛がパサパサ。髪の毛がパサパサ。今日寝起きできたからさ、東京に。東京に寝起きできて、レッスン行って、汗かいて帰ってきた。寝起きです。寝起き？その寝癖のまま。電気のリモコン出てきた。はい、出てきました。この間ママが一周大掃除してくれて電気のリモコン見つけました。もう愛してる。一生なくなっちゃダメだよあんた。もうなんてどっか行ったの。本当に私本当に嫌だ。本当に嫌なんだけど、なんてなくなったの。本当に毎日配信してて以来ありがとう。嬉しい、見に来てくれてありがとう。散らかすのは簡単。そうね、本当に片付けてるイメージはあんまり。片付けてはいますけどね、結構ちゃんと片付けてはいるんですよ、我ながら。我ながらってなんなん。毎日配信ね。今日何日だったっけ。今日45日とかだったっけ。さっき見えたのに忘れちゃった。47。え、もうちょっとで50なんですか。やばーやばー。3日後50なんだけど楽しみ。嬉しい。もうあっという間に。ゆっこちゃんにはドラえもんが必要。え、ほんと必要。
いただけるもんならいただきたい。いただけるもんならいただきたいにゃんぐらいもん。そうだよ、私って伸びたじゃん、どう考えても。私の性格伸びただよ、ドラえもん。私のとこに来てください。伸びた女版だよ。私の性格ってほんと伸びただよね。頭まず悪いでしょ、で運動神経もとっても悪いでしょ、でもぐーたらぐーたら寝ちゃうでしょ、あと何一人で何もできないでしょ。もう伸びたやん、私女版伸びたなんだけど、これはもうドラえもん来てもおかしくないよね。てかなんでいないん。女版伸びたなんだけどな、私。ピーちゃんは俺にとって静かちゃん。優しい、めっちゃいいこと言ってくれるんだけど、ありがとう幸。だってもう静かちゃんなんて何でもできるじゃん。静かちゃんなんて何でもできるじゃん。私は何にもできない、お勉強も運動も何にもできないけど、それでも静かちゃんですか。それでも静かちゃんですか。よし、とりあえずボサボサな髪を直した。あと今日前髪も何もない、まあいいか。よし、ちゃんはそのままでいいよ。やさ、甘やかされて育って。ドラえもんいいね。ドラえもん。でも。なんかね、ドラえもんの中で結婚するならのび太だよねみたいな言ってたの聞いたことあるな。こんなだけど結局結婚したいのはのび太じゃねみたいな。ね、伸びたね。出来すぎくんはやだ。出来すぎくんね。できすぎちゃうからな、なんか一緒に例えば過ごしたとして、なんか無駄に知識持ってきそうでやだかも。なんか無駄に、なんかどうでもいいことで、いやめっちゃ偏見ね、めっちゃ私ができすぎくんに偏見をするとしたら、勝手なキャラクターに勝手に偏見つけておもろいんだけど、私ができすぎくんに偏見をつけるとしたら、なんかだるそう。最低できすぎくんに偏見、なんか頭がいいからこその、なんかいやそれをそうした方がなんちゃらこうちゃらで、なんちゃらこうちゃらなんちゃらこうちゃらって、いや別にいいやんってなりそう。いいやん、もういいってってなりそう。キャラクターに偏見つけてておもろ。
え、でもなんかわかります、ちょっと別にいいって、そんなもん、そんなのもいいってってなっちゃいそう。そう、でもきっと出来すぎくんの言ってることは、まあ、頭いいからきっと正しいんだろうけど、ちょっとだるくなっちゃいそうかなみたいな感じがします。それはそうで、これがこうで、これはこうして、こうして、こうしないといけないんです。だからこうなんです。とかさ、なんか説明されそう。やだ、いいな、人の長話聞きたくないってなる。うん。めっちゃ偏見ね、めっちゃできすぎくんの偏見ですよ、これはもう。おもろ、できすぎくんに偏見はおもろいな。でもね、上からだと、そう、上から嫌だな。スネホくん、スネホくんは、うん、こういう感じだよね。どうなんだろう、スネ夫くん。でもスネ夫くんもやっぱ自分に自信あるから、それこそなんか自分の意見言ってきそう。人のび太だと二人で困ってわちゃわちゃし、うん、それはそう。だから頼りがいはないよね、とってものび太さんは。頼りがいはない。だから結局ドラえもんないよ。結局ドラえもんが一番。ドラえもんしか勝たん。まるちゃんさん、可愛いギフトありがとうございます。ドラえもんよね、結局はね、ドラえもんが一番だよ。結局ドラえもんが一番。仕事から帰宅しました。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。結局ヤヒコが一番。嬉しい。うれピーマン。嬉しい。絶対な。言ったかな。何の秘密道具が欲しいとかある？これ本当選べないよね。一つになんて選べない。ドラえもんが欲しい。ドラえもんが欲しい。ドラえもんが欲しいです。無理だな、選べない。
まあね、どこでもドアあったらマジ楽だよね。ほんと楽だと思う、どこでもドアあったら。でもみんな、アンキパンも欲しい。アンキパン。アンキパン。いや、でももう学生じゃないから、いっか、アンキパンなんて。普通に、ドラえもんいたら、ひなさんに。知らない土地に行くの好きだからさ、旅行に行くの好きだからさ、旅行に行きまくりたい、ドラえもんの道具で。あとなんだろうね。新潟東京の移動一瞬。いやー、そしたらもうね、東京に家なんていらないよね、そしたらね。最高やな。どこでもドアでアイドルイベント行きまくりたい。おお、それはもう私に会いに来てくれるってことでいいですか？リットさん、フォローありがとうございます。もしもボックスあれば万能。え、確かにもしもボックスあったらさ、結構何でもできるくない？もしもボックスあったらさ、何でもできそう。どこでもドアももしもボックスでできそうじゃない？アンキパンも、てか何に置いてももしもボックスさえあればできそう。他のものなくてもなんかできる気がする。え、ね、もしもボックス最強、最強じゃない？普通にもしもボックスでさ、もしもどこでもドアがあったらみたいな。え、そうそうそうね、もしもどこでもドアあればって言えばどこでもドア来るわけじゃんね。レイトさん、ハートありがとうございますね。もしもアンキパンがあったら、でも全部もしもボックスで言えばいいんだよ。最強説。めっちゃ久々に見たね。ありがとうございます、お久しぶりです。嬉しい、フォローしてくださってありがとうございます。またたくさん見に来てください、お願いします。嬉しい。タイムマシンでどこに行きたいとかある？タイムマシンだもんね。でもその自分が生きてなかった時代のやっぱ世界を知ってみたいですね。自分だから社会の授業に出てくるその世界行ってみたい。怖いけど。アンドゥさん、桜ありがとうございます。もしもボックスで何でもできるっていう考え頭いいね。思った、もしもボックスあったら何でもできる。珍しく頭がいい。びっくり。過去と未来だったらどっちに行きたい？どっちも行きたい。どっちも行きたいんだけど、どっちも行きたいんですけど、選べないんですけど。どうしよう。今だ、いやでも未来はこれから、
経験するものじゃないですか。だからお楽しみってことで過去に行きたいかな。うん、未来はお楽しみですね。いいやん。それで全力で応援させてもらいます。改めてよろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。レッドさんお願いします美白だな、ほんま？ほんまに？なんかでも今日ちょっと白飛びしてるらしくない？美白ですか？嬉しい。ここにニクベちゃんができてしまっているんですけれども、みんなに投げて直したいと思います。レイトさん可愛い人ありがとうございます。リコちゃん実は頭いいんじゃ、実は、実はね、実はいいかもしれない実はね、打ち返します。お願い、避けます。それはそれは避けます。ということで、私の後ろにいる誰かに今ニキビが行きました。仕事戻ります。またね。お、お仕事頑張ってください。頑張れお仕事。免許一発合格だったし、最近は頭いい説ある。ノン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 、あれはマジで奇跡いや、ほんまにひな、免許のことだけは絶対に絶対に、ただ私が適当につけた丸がそこが合ってただけであって、絶対になんかの間違いか、本当に私が運良かったかのどっちかそう、得意科目、得意科目はないですね、ほんまにほんまにないんですよね、得意科目。勉強以外、勉強以外が得意です。まあだからといって運動神経がいいわけではないんだけれども、あのまあ一応体力測定、体力測定はあのシャトルランだけがなぜか、シャトルランと長距離だけがなぜか記録が良かったので、それでいつも A 判定でした。でもそれ以外はとっても、ハンドボールとかも、うん、数メートルしか飛ばないし、握力もめっちゃ低いし、あとこれが得意でした、あの腹筋、腹筋、私が本当にあの本当にあの運動神経悪いんだけど、あの腹筋とシャトルランと長距離だけ記録が良かったおかげでいつも A 判定でした。それ以外はもう終わりそれ以外はもうめっちゃ点数悪かった。謎になんか長距離得意なんですよね、すっごい足遅いくせに。短距離はマジで足遅い、短距離はもうクラスで最下位なんじゃないかレベルで短距離足遅いんですよ。そう、なんですけど、なぜか長距離は得意で、そう、みんな本当にね、シャトルランが98っていうのは本当に一生誇りに思ってる、本当に。これだけは一生忘れない数字、中学の数学86点とシャトルラン98回は絶対に忘れない、これからもそれだけが自分の誇りそれだけが自分の誇り
かいないよ、98まで残ってる女の子。私ともう一人だけだったもん。イエーイ。さすがにバスケ部の子は102ぐらいまで行ってたけど、もう私も絶対負けないぞっていう気持ちでそのバスケ部の女の子について行って頑張ってたら98まで行きました。それでももうさすがにもうみんな終わってるんですよ、90台に行くと。だから本当体育館で2人しか走ってない状況だから、もう負けたくないと思ったけど、さすがにきつくて、もう90ここまで行ったら100行けって思うやん。でも本当に無理なんよそれが。本当に無理なの、あと2回が。そう、無理でした。98ってスポーツ選手になれるレベル、本当？それは本当になれるかな。いや、もう本当ね、長距離だけなの。なぜか長距離だけ、なぜか長距離、多分今は本当無理なんだけど、男子並みにすごい、本当嬉しい。それでもなかなかね、100に行く、まあ100行けなかったけど、こんな90代行くって結構私にとってはもう本当に何かの間違いかなって感じ。こんばんは。握力も本当ないし、ハンドボールもマジで無理だし、もう短距離なんてもってのほか、もう短距離走は最下位、絶対に。短距離マジでね、100m 走何秒だろう、でも普通に20とか19とかだった。遅ない？普通に考えて100m 走20代とか19って結構もう最下位レベルだよ。でめっちゃ頑張って18台行った気がする。TCC で体力測定もやったら愛媛はどれくらいなんだね。多分ほんと最下位だと思います。多分 TCC みんな運動神経いいもん。最下位ぐらいだと思う。TCC で学力テスト、体力テストやってほしいね。本当にそう。美術とかできた方、まあ美術はまあ良かったですね、点数。まあ美術はね、美術は月表の点数良かったです、はい。美術はね、まあどうにでもなるしね、なんか。見た目はめっちゃ足速そうだけど、ね、嬉しい、ね、よく言っていただけるんですよ。見た目はめっちゃ運動神経良さそうって、なぜかこんな運動神経悪そうなのにって私は思っちゃうんだけど、運動神経良さそうってよく思ってもらえるんだよね、なぜか。ありがたいことに。でもめちゃめちゃ運動神経悪い。なんでこんな運動神経悪いのっていうぐらい運動神経悪い。リナさんこんばんは、初見ありがとうございます。リットさんハートありがとうございます。家庭科も良さそう。どうだったかな家庭科。まあ悪くはなかったと思います。はい。
玉のおじいちゃんさん、バラありがとうございます。バラじゃないチューリップ。ヤヒは運動できそうって最初は思ってた。うん、嬉しい。でもなん、うん、悪いんだけど、そういう印象を持ってもらえてるってことは、まあいい印象ってことじゃないです。いい印象っていうか、その良さげな印象ってことじゃないですか。嬉しい。チリはめちゃくちゃ苦手なイメージ。チリとかも関係ない。歴史も苦手だよ。歴史も苦手だよ。もうチリだからとかじゃなくて、もう勉強系は全て苦手です。もう何もわからん。ほんまに何もわからん。助けてくれ。勉強苦手だったら学校地獄だ。うん、地獄だよ。好きでもないもん。好きでもないもん。もう世界で一番大嫌いなものは勉強です。すすすすすすすにゃ。勉強はとても苦手です。本当にね、大変なのよ。私は何だけ勉強しても身につかないから。ほんまに北海道の場所覚えていただき、北海道はさすがにわかる。北海道だけは答えられる。北海道だけはちゃんと答えられますよ。47都道府県言えないですね。沖縄、ここら辺なのはわかるよ。ここら辺なのは知ってます。はい、すいません。知ってます。はい。沖縄行ってみたい。沖縄連れてって、沖縄連れてって。沖縄行ってみたいよ。日本の海外、本当に日本にあんな綺麗な海があるんですか。連れてって。フロマージさん、桜餅ありがとうございます。連れてってよ。行ってみたいよ。行ってみたいよ。本当に行ってみたい。沖縄行ってみたい。お願い。ヤヒちゃん泳げる。泳ぎはしないですけど。まあ浮き輪に入って、まあ泳げる人に
連れて行ってもらえたらなっていう感じ。そうね、チンスコーも食べたい。チンスコー大好き。チンスコー大好き。うん、沖縄料理めっちゃ好きなんだよね。あの沖縄料理よくママとね食べに行ってたの。新潟にいた時すごい、あのなんだっけ、ソーキそば、ソーキそばもめっちゃ好きだし、あと沖縄のなんかそういうお肉、私がよくその沖縄料理屋さんで食べてたのがその赤身のお肉がめっちゃ美味しいんですよ。名前忘れちゃったけど赤身のお肉がめちゃめちゃに美味しくて、みんな沖縄料理大好き。沖縄浮き輪で浮いてるのめちゃくちゃ想像できる。ちょっとまあでも分からなくもない。沖縄料理いいですよね。ソーキそば食べたいな。紅生姜、紅生姜と一緒にソーキそば美味しいですよね、めっちゃ。まあ、ひなが沖縄料理食べに行って食べるものはだいたいその赤身のお肉なんですけど、そう。ヤギ汁に挑戦しない。すごい、挑戦したい。海ぶどうを食える。いいな、海ぶどう食べたことあるかな。いやでもちょっと一回ぐらいはあると思うけど、あんまり記憶にないから食べたい、食べてみたい。ゴールデンウィークにでも沖縄に行こう。わあいいな、あマジ連れてってくださいな。連れてってください。沖縄ライブいいね。沖縄でライブしよう。そしたらもうみんなも私も私もみんなも沖縄でもうアロハだよ。アロハはハワイですね。いやでも新潟のハワイやろ。沖縄は新潟じゃない、日本の、日本のハワイですよね。沖縄なんてね、もう本当にもうそれだけでもハワイ、ハワイ行ったって自慢したい。行ってみたいなー、てか旅行行きたい、韓国行きたいもそうだし、ハワイとかね行きたいな。こんばんは。自転車で行ければな。ねえ、自転車で行ければね、最高ですね。その自転車で行けたら。グアムやサイパンもお手軽に行けて、はいみたいに。ねえ行きたい、行ってみたい。目かゆいんだが行ってみたいです。こんばんは。韓国のどこ行きたい？みんな、あのなんか、まあ、どこっていうのはないけど、その韓国のなんか商店街が有名なところ行きたいな。旅行準備面倒やない？楽しみじゃないですか。ウキ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 じゃん。旅行準備ですらウキウキじゃない？これから旅行行く、ウキウキ。
って言って準備するの幸せじゃない？楽しいことの準備はあんまり面倒って思ったことない。楽しいことの準備だもん。嫌なことの準備は面倒だけどそりゃね。ね、本当に旅行大好き。旅行が本当に好き。なんか昔は1年に1回おばあちゃん家と諸橋家といとこ家の 3家庭で温泉旅行に行くっていう決まりというかがあったのね。1年に1回温泉旅行におばあちゃんおじいちゃん諸橋家の4人いとこ家の4人の10人で毎年1回絶対にどこか温泉旅行に行ってたの。もうそれがひなは毎年の楽しみで、すごい毎年それが楽しみだった。あとはそれとは別で1年に1回諸橋家の4人で夢の国に行くっていうルールではないけど1年に1回テーマパークディズニーに行くっていう。だから1年に2回そういう旅行がねいつもあったの。1年に1回おばあちゃんたちとの温泉旅行を、1年に1回家族4人での夢の国っていう。まあもう大人になったからもうないけど、そのあれはでも本当にそれが毎年楽しみで、その1年に2回あるその旅行が。でなんかひなが好きなのは高速道路を走っている車の中がめっちゃ好きなんよな、ひな。なんか旅行だって感じの音、普通の道路じゃ味わえない音があるんですよ。わかる？なんか普通の道路じゃ聞けない音がやっぱ高速道路だと流れるんですね。それがうわ旅行だって感じがしてめっちゃ好き。そうで、あとその合間のパーキングエリアで、こう降りてなんかジュース買ったりしてお返しとか、もうそれがもう旅行やって感じがして大好き。うん、もう大人になっちゃったな。今でもいいから家族4人で夢の国行きたい。どうやばい？お父さんとお母さんと22歳と20歳どう？痛いっすかね。お父さんお母さん22歳20歳。でも女の子だからいけるくない？男の子だったらちょっとワンチャンえってなるかもしれないけど、女の子だからいけるよね。別に二十歳になっても親とテーマパーク行っても。これ女の子だからねいいけどって話かもしれない、もしかしたら。こんばんは。次はヤヒが運転してあげる。そうね、本当にそう思います。もう毎年もお父さんだけが運転してくれてたのでね。でもだからといってみんな私の運転で高速帰って絶対寝れないだろうなって感じ。逆に気疲れするから運転するなって言われそう。
あ、でもこれ言ってなかったかもしれない。実は NGT 卒業して上京する前にお姉ちゃんとパパと3人でサントピア行きました。めっちゃおもろい、ガチでおもろ話なんだけど、まあ、でもパパはあのアトラクション乗らない券買って、あの入場だけの券買って、で姉と私だけその無限に乗れる券買って、もう2人でずっと、だからパパはもうあの待ってるお父さんって感じ。パパは乗り物乗らずにもうただ待ってるお父さんって感じだったんですけど。そう、恐竜ジェットコースターとかめっちゃ乗った。おもろいっしょ。しかもこれはもうね、パパに連れて行かれたんだよ。私たちが行きたいって言ったわけじゃないからね。パパがそのなんかなぜかじゃあサントピア行くかとか言って連れて行かれて、あ、なんかみたいな。みたいな。連れて行かれたって感じです、本当。でなんか恐竜のなんか問題、歩いて恐竜の問題見つけて紙に丸書いて、でまた歩いてみたいな、森の中を歩いてでなんか問題見つけたらその問題解いてみたいなやつあったんだけど、超気まずみたいな、姉と二人でさ全然恐竜に興味もないのにさ、パパがもう行け行けって言うのね。別にいやいいよって、乗り物だけでいいじゃん別に、まあ乗り物だけでいいのに、なんかこれも行けよとかパパが言って、その全然恐竜とかに興味ないのに、なんかその森の中を歩いて結構は距離歩いて問題書いて歩いてみたいなのをゴールするまでやんなきゃいけないやつがあって、全く興味ないのに気まずいし、なんかちょっとなんか人間を探知したら恐竜がわーって動くんですよ、なんか置物の恐竜が。なんかわーみたいな、全然興味ないからわーみたいな、で問題も全然意味わかんないから、え、もうなんでもいいんじゃないみたいな。それを姉と二人でめっちゃなんか気まずーと思いながら歩いて、で、あ、問題あった、なんだっけな、ティラノサウルスの前足はなんちゃらこうちゃらみたいな問題をこう解いていくので、なんか人間探知してティラノサウルスがグワーって泣いてわーみたいな、すっごい気まずい空間が流れてて超おもろかったです。しかもめっちゃ適当に答えたのに全問正解で、そう、ひなはもうお姉ちゃんがじゃあ A でとか言って OK A でみたいな感じだったのね。そう、こう問題あって、でひなはもうマジわからんから、姉が A、 適当に A とか言って、はい A とか言って丸つけてたのね。そしたら全問正解だったんですよ。ウケる。超2人とも全く興味ないで、めっちゃ何も考えずに適当に「え、 B じゃねえ？」とか言って「OK B で」って言って、で提出したら「全問正解です」って言われて、で何か恐竜のちっちゃい缶バッジもらいました。めっちゃおもろくない？本当に。そう、姉上が言うの、いや本当そう、私はただもう姉について A か B かをもう丸つけただけの、姉の真似して。姉がとっても有能でした。
その時まだ上京する前だったから、なんか姉と二人で何話すもんかなってちょっと気まずかったんですよ。もう今になったらね、逆に上京してきて、その姉とご飯、私がすごい病んでる時とかにご飯連れてってくれたりとかして、あの、まあ一緒にもう今住んでるから仲良くなったんだけど、その時はまだ一緒に住んでないからなんか気まずくって、別に気まずくないんだよ、家族だから別に気まずくないんだけど、別に家族だから気使ってるとか気まずさはとかはないんだけど、なんか、え、姉妹って何喋るもんだっけみたいな。まあ4年半じゃないか、3年ぐらい一緒に住んでなかったから、まあ住んでたとしてもあんま会話することなかったんですよ、今まで。3年前も一緒に住んでてもあんま会話することなかったから、なんか何話すもんだかなってちょっと思ってたんだけど、今はもうね一緒に住んでそんなことないけどそう、こんばんは。お姉さんは本当に恐竜が好きなんだよ。そうだよね、ひなもそう思った。あ、お姉ちゃん恐竜本当に好きなんだなって思いましたね。でもやっぱ大人になったら姉妹仲良くなるって本当なんですねなんかうちのママといとこのお母さん姉妹なんですけど、女の子、うちのママが長女で、私のいとこのお母さんが次女なんですけど、やっぱ大人になってから仲良くなったって言ってました。ちっちゃい頃はそんなに仲良くなくって、やっぱり大人になってから仲良くなったって聞いてたの。あ、だからひなもお姉ちゃんとそうなんのかなって思って、やっぱり今あっちが22で私が20歳になって、あ、もう、まあ、まあまあまだ子供だけど、まあもう20歳ってまあ大人とも言えるような年じゃないですか。20歳になってお姉ちゃんと仲良くなったって感じですうん、妹とは21歳くらいからから仲良くなって、同じぐらいですね。あれは2個しか離れてない、2個しか離れてないです。2個しか離れてない、2個離れ。今めちゃくちゃ仲のいいイメージある。本当？よかったよかったです。あの、なんか多分だけど、まあ、昨日の配信でもちょっと言ったけど、多分自分が姉にトラウマありすぎてちょっと距離置いてただけだったのかもってちょっと思った。姉は多分そんなことなかったの多分その姉のグイグイがなかったら、私は未だにきっと姉に何も話してなかったと思う。姉から来てくれたから、そう、あ、話そうかなって思って、自分のことも最近話せるようになったけど、私が多分姉にトラウマがありすぎて多分距離を置きすぎてたんじゃないかなってちょっと思う。姉からしたら別にそんな風に思ってないのにって感じそう、子供の頃喧嘩話たくさんしてたけど、姉のこと好きって言ってた。そうそう、そうなの。姉のことはすごい好きなの。好きなんだけど、その、なんか、姉に何でも話せるかって言ったら、今まではそうじゃなかったのね。そう、謎に気を使ってたというか、どういう距離感が正解なんだろうみたいな。まあもう3年一緒に過ごしてなかったから、どういう感じなんだっけっていう感じでもあったし、そうだから最近はちょっと姉との距離感っていうかもうつかめてきて、なんか
なんかあったら姉に相談とか、絶対今まで姉に相談とか絶対したことなかったんですよ。自分のこと話したことがなかった。私今こんなんでちょっと悩んでるんだよねとか、そういうことも一回も姉に話したことないんですよ。一回も本当に話したことがないの。でも今はなんかあったら姉に相談しようって思える。もう姉になんて相談したことなかったから、そうは、逆にお姉ちゃんはヤヒに相談してきたりするの。でも本当に最近はもうお姉ちゃんがなんかどういう感じなのか、ひなも知ってるっていうか、そうだね、相談、まあその普通に仕事のことも相談してくる。あの私はまあ一応こうステージに出るような立場の人間で、でお姉ちゃんはそのステージに出る方々とかを、そう、まあ振り付けとかしたりする、そのあれがあるから、そっちのことでも相談してきてくれたりはするかな。なんていうの、姉はそのダンサーだからさ、その例えばだけど振り付けをしてステージに出る人に振り付けをしたりとかするじゃないですか。で私はこっち側の立場の人だから、そのこれどうした方がいいかなとか最近聞いてきたりする。意外とその同じことしてるわけじゃないけど、微妙にこうすれ違う、同じようなお仕事してるじゃないですか。なんていうの、私はステージに立つ側で、あっちはステージに立つ人をプロデュースする側みたいな。まあそれだけじゃないけど、ダンサーだからその自分もステージに立つ側だったりもするけど、ステージに立つ人をプロデュースするっていうこともしてるじゃないですか、ダンサーの振り付けとかしてると。だからそういうのも結構聞いてきたり最近してくるかな。でもプライベートなことも結構、そのだからあの東京に来て初めてお姉ちゃんと2人でご飯食べ行った時にプライベートなこともすごい教えてくれたんです。お姉ちゃんはそういう人生を歩んできたんだみたいな。ひなは本当に知らなかったから、お姉ちゃんがどういう、まあどういう性格かとかはもちろん知ってるけど、家族だからどういうお友達がいて、どういうそのプライベートを過ごしているかを、まあ、知らないじゃないですか普通に。だからプライベートの話もして、そうプライベートの話もして、だからこそ自分もプライベートの話をお姉ちゃんに初めてした。そのお仕事とか関係なくねそう初めてしました、私もって感じ。雨降ってる。嘘でしょ。気のせい。雨降ってる音聞こえない。だよね。今日めっちゃ晴れじゃなかったっけ。今日めちゃめちゃ今日晴れてるなーって思った記憶があるんですけれども、雨なん今日。まあ別に何でもいいけどゲリラ豪雨。どうよね、今日雨予報だったっけ。雷も鳴ってんの、大変。あ、夜から雨予報なんや。そうなんや。みんなお気をつけて家帰ってね。
今何時？もうちょっとで配信終わりにしないと。今日はね、この後皆さん、みくちゃ大丈夫ですか？用意は。私はこの後出ないんですけど、クロフェスさんのダイヤモンドステージをかけたみくちゃでのイベントがこの後始まります。19時半から。今日はもやはさんとれなてんとおさらが19時半から配信があるので、私は出演しないんですけど、皆さんぜひ無料ポイント貯めた、ありがとうございます。ポイント、ログインボーナスと、ログインボーナスはアプリを開いてコイン獲得、ルーム視聴は入室後30秒でコイン獲得、最大20ルームまで。で、動画視聴、広告動画を視聴1日4回まで、12時、16時、20時、24時に更新。 SNS 共有、配信中のルーム画面から Twitter でシェア、1日2ルームまで。で、ポイント、無料のコインが貯められますので、皆さんぜひよろしく。ちょっとね、私もなんかミクチャやったことないので、なかなかちょっと難しそうだけど、難しそうなんですけど、どうかやっぱりこの大きなステージにね、立ってたくさんの方に東京キュートキュート知っていただきたいっていう気持ちがすごいあるので、応援してくださったら嬉しいです。1回目の配信がこの後19時半からです。で、私が出演する配信は4月4日と4月5日の20時半から22時のこの2日間になります。よろしくお願いします。かな。クロフェス、そんな感じ。めっちゃ雨降ってるね。なので皆さん、応援よろしくお願いします。この後19時半から、もやはさんとれなてんとおさらの3人の配信が始まるので、ぜひその無料の、まずはね、その無料のポイントログインボーナス、ルーム視聴、動画視聴、SNS 共有、この4つをよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。ダイヤモンドステージで、大きなステージでたくさんの方に見てもらえるといいな。こんばんは。全部やってありがとう。よろしくお願いします。本当にありがとうね。みんなの一人一人の力が、本当に力に、一人一人のポイントがもう力になりますので、応援よろしくお願いします。じゃあ25分ぐらいになったら配信終わりにしたいと思います。よろしくね、みんな、ありがとう。本当に お腹が空いたね。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。おららっこさん楽しかったです、嬉しい、ありがとう。
みくちゃん初めてだからね、なんかみくちゃんやったことないからさ、ひなもちょっと怖いな。なんか自分が配信するときもちょっとできるか心配。配信できるかな。できるかな。寒い寒いよ。今日はね、美味しいご飯があるんですよ。お姉ちゃんがポトフを作っていました。あとハンビャーグ。ハンビャーグとポトフ、キャーキャー。今食べようと思います。そろそろ終わりにしようかな。じゃあはい、ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。ではランキング見ます。13位高尾さん、ありがとうございます。12位てってれーさん、ありがとうございます。11位フロマージュさん、ありがとうございます。10位トトちゃんさん、ありがとうございます。9位ウッチーさん、ありがとうございます。8位グーナーナーグーナーナーケーさん、ありがとうございます。7位ゆずきちさん、ありがとうございます。6位マシオさん、ありがとうございます。5位ジンさん、ありがとうございます。4位ユタさん、ありがとうございます。3位ヤッキーさん、ありがとうございます。2位オサさん、ありがとうございます。第1位安藤さん、ありがとうございます。はい、ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。また明日配信しますのでよろしくお願いします。皆さんこの後19時半からミクチャで、私はまだ今日は出演しないんですけど、萌葉さんと、レナちゃんとおさらが配信しますので、皆さんぜひポイントをどうかよろしくお願いします。お願いします。明日は朝配信はなしにしたいと思います。よろしくお願いします。ということでまた明日配信しねえ1位取りたい、みんな応援よろしくね。よろしくお願いします。今日も一日お疲れ様でした。この後みくちゃんよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。みくちゃんね、みくちゃんだよ。ありがとう、バイバイ。